それでは早速作っていきましょう。お玉ねぎ4分の1個。薄切りにします。パプリカ2分の1個。幅1センチくらいの薄切りにして、3等分に切ります。しめじ2分の1個。石突きを切り取ります。丁寧にほぐしておきます。じゃがいも1個。皮をむいて芽を取り除きます。縦半分に切って、6等分に切ります。電子レンジで4分くらい温めておきます。ニンニク薄切り4枚。細切りにします。手羽元6から10本くらい。水気を取ります。余分な皮軟骨を取り除きます。2箇所くらい切り込みを入れます。塩コショウ適量。反対側も塩コショウします。カレー粉小さじ1から2、絡む程度でいいと思います。反対側にもかけます。なじませます。油を引いて、ニンニクを加えます。熱くなったら玉ねぎを炒めます。しめじを炒めます。塩コショウ少々、なじませます。一旦取り出しておきます。フライパンをきれいにして油を引きます。手羽元を炒めます。焼き色をつけていきます。反対側も焼き色をつけます。お湯 200cc、 コンソメ流状小さじ1と1/2、酒大さじ1、軽く混ぜます。蓋をして5分ほど煮込みます。
じゃがいもを加えます。玉ねぎ、しめじを戻し入れます。ココナッツミルク1パック 250cc 前後、ナンプラー大さじ1、軽く混ぜます。7分くらい煮込みます。パプリカを加えます。さっと火を通します。味を見て塩などで味を整えます。器に盛り付けます。